前向き YouTube。 今回4番目はですね、朝夕その計画を音読し喋るということですね。かつ人に語る。朝夕、つまり私は3年先250万円を貯めている、私は3年先250万円貯めていると、自分に大きな声を出して喋、るんです。これはアファメーションと言います。この自分の潜在意識に入れるんですね。250万貯める、貯めましたっていうふうにもう先に言って、も結構です。そして大事なことはこれ、うちに秘めてては何の意味もないんです。私は250万3年先にはもう持っている、持ってるよ、そんな感じでね、人に語る。もう人に語るともやらなきゃいけない。おのれしもですね、なんと70万人の会員がいるように、もう目標を今回10周年記念の時に言いました。70万ですよ。これはホラ吹きになるかどうか別として、これは人に語るっていうことはすごく大事なことです。もう一回言います。これはアファーメーション、そういう風ですね。以上。